剣はね、まあ、剣は、モダン剣自体は強いと思うけど、さすがにクラシック剣の方が、やっぱコンボパーツがな。まあ、てか、剣はチュンリーと一緒で、元々のキャラが強すぎて、まあ、モダンで使っても強い。まあ、多分クラシックの方が強そうやけど、でも、まあ、強キャラだと思いますね。モダン剣自体は。JP も結構悪くないね。守りがより硬くなる。モダン JP。まあ、コンボが、ちょっと安くなっちゃうけど、立ち回りは余計っていうかより強くなるね。結構ありなんじゃないかな。モダン JP。実際使ってる人いるしね。LP 上位で。モダピー。ワンボタンで SS のワープできるのは、あ、そうだね。ワンボタンの SS にも強いし、SA1 も、2も強いね。まあ、1でその、対空割り込みでも使えるし、2が結構強くて、ワンボタンに出せるのは。その、弾抜けにも使えるし、あとその、トッサのコンボで、どの時でも2を出せるから、それアクアさんも強いって言ってたな。それは、結構ありなんじゃない？なんか俺向こうで、まあそういうモダンの話とかをちょっと、ネモさんとかトゲオさんとかとしててんけど、なんかネモさんとかはもうその、コマンド力をやっぱ入れたいって感じらしい。やっぱりコマンド力入れるのが楽しいっていう。から、クラシックのが、自分はネモさんは好きってみんな話してて。俺結構それ、なんか目から鱗で、俺それ全くないんですよね。コマンド入れるのが楽しいって俺、思ったこと、俺、そう、俺思ったことなくて、あ、そうなんやと思って。いや、多分そういう人、そう、言われてみたら確かに多いっすよね。俺、思ったことない。俺、コマンド力が入れて楽しいっていうの。人生で一回も思ったことない。あ、でも、あ、でも、言われてみたら確かにそうなんやと思って。で、トリオさんも言ってたんですよ。同じこと。いや、確かに、やっぱ、入れた方が楽しいよね。ちょっと物足りないよね、みたいな感じ。あ、なるほど、と思って。だつまり俺は、やっぱモダンの適性があったってことですね。そう考えると。全く思ったことない、これ。めんどくさいだけやろっていう。まあ、勝つために入れますけど、全く思わないよ、ほんまに。コマンド力入れて楽しいっていうの。ラグじゃんって思う。自分がやりたいと思ってから、成り立つまでのラグじゃんって思っちゃう、これ。けど、あ、でも、それはでも、なんか、広がりましたね。知見というか、視野が広がりましたね、それ聞いたときに。なるほどなぁ。多分俺が思ってるより、そういう人が多いってことが多分分かった。そうだね、ボタンいっぱい押したりとか、そのレバーを入れるっていうことが楽しいっていう。まあ、コマンド力は筋トレですからね。完全に筋トレだね、あれは。まあ、筋肉つけたら強い技出してもいいよっていうのが、まあ、コマンド力の、まあ、原理というか、そうだね、技術だね。